大分に帰って最近実家に帰ったりしますよ。何買ったんですか。母親の手料理です。ちょっとあのそれでその例えば関サバなのか関アジか牛球を食べるとかってあるんですか。唐揚げです。唐揚げ。え、あの最近唐揚げなんですか。鶏天じゃないんでしょ。最近は唐揚げじゃないんですけど、ええ、母親の母親母親たらなんかマザコンみたいですいやいやもうあの大分の鶏の唐揚げと鶏の天ぷらはあのとりあえずなんか消費量日本一なので、そうですね、はい、あの唐揚げは県木が中津の方が、ね、そうですね、県中県南が鶏天だっていうふうに聞いてるんですよ、はい、でも今はもうなんかごちゃ混ぜみたいですね。そうです、はい、自分高校時代は中津市で過ごしたんで。あ、そうなんですか。はい、あの県内に相撲があるクラブが高校なくて、ええ、あ、それで最近なんですか。え、最近から中津に行ったんです。あ、中津、あ、そう、はい、ないから中津に行って、はい、あ、そういうことなんですね。はい、そうなんですよ。あ、そこで唐揚げを覚えた。そうですよ、ね、あ、そう、私東京に出てくるまで唐揚げ、鶏は天ぷらで食べるもんだと思ってたんですよそしたら東京に出て鶏は天ぷらでしょうって言ったらお前何のゲームしてるんだ。じゃあそれ2019年ラグビーワールドカップ大分であるんですけど、はい、当然外国人が来るんですけど、どうですか吉風的、外国人に何を楽しんでいただきたいですかね、大分で。やっぱり美味しいものもたくさんあるんで、はい、まあ、やっぱ魚を全部、魚ですよね、関アジとか関サバ、関アジ、関アジですね、関サバ、関アジ、はい、食べてもらいたい。あとはどうですか、吉風で言えばこう体が疲れてるとやっぱり温泉なんていうのは、そうですね、はい、入りたいじゃないですか。温泉圏って言われてるんですよね。あ、やっぱり別府ですか、行くのは。別府温泉行きますね。大好きです。あ、ぜひですね、あの外国人の方にもこう楽しんでいただければなと思いますよね。はい。